こんにちは、はるです。今回はワークシート操作を高速化する便利なショートカットキーをまとめて演習していきます。Excel のブックに蓄積するデータは年代別や拠点別、商品別といったように情報のカテゴリーごとにシートを分けて管理していきますよね。このワークシートの操作にはシートの切り替えや移動、コピー、追加や削除、非表示、再表示、シート名やシート色の変更といった様々な要素が詰まっていて、それぞれに最適なキー操作が割り振られています。そこで今回はワークシートごとのデータ管理や情報の集約、整理に役立つ一連のショートカットキーをご紹介していきます。動画の後半ではワークシート間をスピーディーに移動する方法や一部マウスを使った方が早いコマンドも合わせてご案内していきます。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています。有益なスキル講座を見逃したくないという方は、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。PC スキル全般を配信するセカンドチャンネルにもお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。最初に講座の前半でワークシート操作関連のショートカットキーをテンポよく一気にご案内します。まず表示するシートを切り替えるときはコントロールキーとページダウンキーで右のシートに、コントロールキーとページアップキーで左のシートに移動します。複数のシートをまとめて選択するときはここにシフトキーを加えます。指定した方向に移動すると同時に通過したワークシートを選択していきます。この状態でシフトキーから手を離しても選択されているシート内で移動するうちは引き続き選択されたままとなりますが、選択されていなかったシートに移動した瞬間、選択モードは解除されます。参考までに覚えておきましょう。なお、お使いのパソコンによっては、ページアップキーとページダウンキーが上下の方向キーを兼ねている場合があります。シート間移動、また選択の操作がうまく機能しないときは、ファンクションキーを同時に押してみてください。続いて、シートの追加です。新しくシートを挿入する場合は、Alt-IW と順に押すか、もしくは Shift-F11 で実行します。いずれのキーセットでも、アクティブとなっていたシートの左側に新規のワークシートが追加されます。対してシートを削除する場合は Alt-EL と順に押します。ついさっき挿入したばかりで一切更新していないシートはこのように即削除されますが、一度でもデータ入力や書式の変更を行ったシートの場合はこんなポップアップが出てきます。デフォルトで削除が選択されますので Enter で決定します。削除したシートは復元することはできませんので細心の注意を払いましょう。また、ブック内に1枚しかシートがない場合はシートを削除することはできません。合わせて押さえておきましょう。なお、ここまでやってきたシートの追加や削除を複数シートを選択した状態で実行すると、その枚数分だけ新しくシートを挿入したり、選択した全てのシートをまとめて削除したりすることができます。次にシートの移動、コピーです。移動またはコピーのメニューを呼び出すには、Alt-EM と順に押していきます。挿入先の欄がアクティブになりますので、方向キー操作でどこに移動またはコピーするかを指定します。この中は下方向キーもしくは右方向キーでカーソルが下に進んで、上方向キーもしくは左方向キーで上に進みます。さらにページダウンキーで現在表示されている一番下に移動して、ページアップキーで画面内の一番上に移動します。そしてエンドキーを押せばブックにおける最後のシートに、ホームキーで先頭のシートに移動できます。シート数が多いブック内で使っていきましょう。なお、ページアップキーとページダウンキー、ホームキーとエンドキーが上下左右の方向キーを兼ねている場合は、ここでもファンクションキーとセットで操作します。ちなみに移動先のシート名が分かっている場合は、シート名の頭文字を入力することで一瞬でジャンプできます。挿入先を指定した後、シートをただ移動する場合は、このまま Enter で実行。もしシートを複製する場合は、Alt-C でコピーを作成するにチェックして Enter です。シートを他のブックに移動またはコピーする場合は、対象の別ブックが開かれている状態でこの画面を呼び出した時に Shift タブを押して移動先ブック名の項目をアクティブにします。下方向キーでリストが開きますので、続けて下方向キーで該当のブックを選択します。ここで新しいブックを指定すると、今移動またはコピーしようとしているシートを新規のブックとして独立させることもできます。対象のブックを選択したら、後の手順はさっきと同じで、挿入先を指定する場合はタブキーでアクティブにして方向キー操作の後、移動の場合はこの状態で Enter、 コピーを作成する場合は Alt-C でチェックしてから Enter で実行します。移動またはコピーの画面を開いたものの、特に何もせずに終了する場合は Escape キーで閉じます。続いてシート名の変更です。シート名を変更するには Alt-HOR と順に押して編集モードにします。名称を入力したら Enter で決定します。次にシート色の変更です。今度は Alt-HOT と順に押していくとシートの見出しのカラーを選択できます。方向キーで指定して Enter で決定します。こんなイメージですね。
デフォルトの状態にリセットする場合は Alt-HOT の後に N を押せば色なしにできます。前半パートとしては最後にシートの非表示と再表示です。シートを非表示にするときは Alt-HOUS と順に押していきます。シートを完全に削除するわけにはいかないけれど、メンバーにシェアする際にわざわざ見せるほどでもないシートを扱う際に有効です。対してブック内に隠れたシートがある場合は Alt-HOU と押したときにシートの再表示が選択できるようになります。 H を押すと再表示するシートを指定する画面が出てきますので、対象のシートがアクティブな状態で Enter で実行します。さて、ここからはより効率的な操作テクニックをご紹介していきます。まずはシート間の移動です。ここでキーボードの F6 キーを押してみましょう。するとシートの見出しにあまり見慣れないカーソルが登場しました。今実行した F6 キーはワークシートやステータスバー、リボンのように作業ウィンドウ内のメニューを順に選択できるショートカットキーです。ちなみにこんなメッセージが表示されている場合はこのメッセージバーも F6 キーでアクティブにして操作できます。ワークシートにカーソルがある状態で左右の方向キーを押すとシートの見出しを移動できます。表示したいシートに到達したら Enter を押します。この F6 でのワークシート選択のメリットは大きく2つです。1つは操作するたびに表示するシートを切り替えるコントロールページアップ、コントロールページダウンがワークシート上のデータ量次第でどうしても処理速度が遅くなるのに対して F6 からの方向キーはシート表示は切り替えずにとりあえず見出し同士をカーソル移動しているだけなので体感的にスピーディーな操作が可能なことです。2つ目は F6 でシート見出しをアクティブにすると Shift-F10 でワークシート操作に関する一連のメニューを表示できる点です。お使いのパソコンにアプリケーションキーがある場合は F6 からのアプリケーションキーだけで呼び出せます。普段このメニューはシートの見出しにマウスカーソルを合わせて右クリックを押さないと表示されませんが、 F6 キーの役割を知っておくとより効率的な操作が可能です。例えばこのメニューから S で全てのシートを選択して会社名や日付のように全シート共通の情報をまとめて反映するときに非常に有効ですよね。ここまでご紹介してきたショートカットキーでも手に負えないくらい膨大なシート数を抱えたブックを扱う場合はいっそのことマウスで操作してしまう方がスムーズだったりします。例えば左端にあるこの左右の三角マーク、コントロールキーを押しながら右三角マークを左クリックすると最後のシートにスクロールされます。反対にコントロールキーを押しながら左三角マークを左クリックすると先頭のシートにスクロールされます。これはあくまで見出しがスクロールされるだけなので実際に作業シートを切り替える場合は対象のシートを選択します。さらにいずれかの三角マークを右クリックすると全てのシートが表示されます。このメニュー内はシートを移動またはコピーする際に挿入先を指定した時と同じように方向キーやホームキー、エンドキー、さらにシート名の頭文字を入力することで縦横無尽に移動することができます。表示したいシートを選択したら Enter で決定します。またシートをすぐ近くに挿入する場合であれば対象のシート見出しにマウスカーソルを合わせて左クリックで掴んでマウスを動かすと移動先を示す黒い下向き三角マークが出てきますのでお目当ての箇所で手を離します。これでシートを簡単に移動できます。このドラッグ&ドロップの操作においてマウスから手を離す前にコントロールキーを押すとマウスカーソルにプラスマークが表示されます。この状態で手を離すと今度はシートがコピーされます。他のブックに移動する場合も操作の手順は全く同じです。移動先のブックウィンドウを並べた状態で移動するシートを左クリックで掴んで同じようにドラッグするとここでも下向き三角マークが出てきます。移動する場合はそのまま手を離します。手を離す前にコントロールキーを押しておけば簡単にコピーできます。なお、ブック内の移動も他のブックへのコピーも複数のシートまとめて実行できます。一定範囲のシートを連続して選択する場合はシフトキーを押しながら左クリックで指定して、離れたシートを選択する場合はコントロールキーを押しながら左クリックで指定していきます。後の手順は先ほどの流れと同じですね。以上のように今回はワークシート操作を高速化する一連のショートカットキーをまとめてご紹介しました。シートごとのデータ管理や情報の集約整理作業に大変有効なテクニックですので、本日ご案内した様々な方法から皆さんがやりやすい手順で実践してみてください。そして今回の動画が少しでも役に立ったなという方は高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。本日の講座は以上です。